吉谷さん、おはようございます。いや、負けず嫌いですね、吉谷さんもね。で、負けず嫌いっていうのに似た言葉で、多分ね、見えっ張りっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、私はものすごく見えっ張りなんですよね。今でもだいぶ抑えてるんですけども、結構自覚してるんですよ。で、しかも見えっ張りっていうことが結構ね、悪いことじゃないなと思う分があるんですよ。むしろ私は見栄を張るからこそ、今私でいられるのかなと思います。その例がですね、いわゆる人生を変えたっていうやつなのかなと思います。吉田さんが言われるように、私ね、赤字の麻雀店だろうが毎日キャバクラに行ってようが別にどうでもよかったんですよ、その日暮らしで。っていうのが、店をやっていることとか会社をやっていることとかね、もう完全にアクセサリーなんですよ、私にとってみたら。経営者だよ、かっこいいだろみたいな感じですよね。内容がどうであろうと、あ、今日も法務省行かないととかね、あ、決算近づいてきたねみたいなね、こんな言葉使いたくてやってるようなもんなんですよ。で、キャバクラに行くのも見えっぱりです。俺金結構使えるんだぜみたいな感じでね、キャバクラのナンバーワンしか指名しないんだぜみたいな感じでね、いや、ボトルいいのいるなよみたいな感じでね、見え張ってるわけですよ、だから浪費家なんでしょうね、きっとね。今はだいぶ変わりましたけども、その見えっぱりの私がね、見栄を張る方向をちょっと変えたんですよ。まあ、それが全部じゃなかったんですけども、少しあったのが、親に見栄を張りたいなっていうのがありましたね。親に見栄を張るとしたら、故郷に錦を飾るとは言わないんですけども、ドーンと札束で小遣いやるとかね、バーンとね、北海道旅行プレゼントするとかね、ドーンと湯布院の温泉一緒に行くとかね、このぐらいしか思いつかなかったんですよね。で、プラス独身だったんで、びっくりするようなね、お嫁さん持って帰ろうかなっていうのもありました。古いでしょ、考え方で。その見えっ張りな私がネットビジネスに出会って、結構ね、アクセル粉砕したわけですよ。なんかアクセルかかりましたね、エンジンかかりましたね。その時は意識がなかったです。もうね、やり始めてた時はもう見えとかなんとかじゃなくって、やる以上は成功させようと思ったことと、あと思考停止でしたね。完全にこれをやるんだと思って、あとは目の前のことをずっとね、こなしていって、で、そこでちょっと見えっぱりが出るとしたら、六本木ヒルズ行くじゃないですか、吉田さんとかと、全国の人、全国ってかあれ関東の人がほとんどでしょ、集まる時にいつも一番の実績を持っていこうかなと思いましたし、いつも一番知られてる人間でいようかなと思ったんですよ。だから YouTube もバンバン作ってね、久保哲郎で検索したら、速稼塾で検索したら、私の動画が出るように、あの頃はとにかく見栄が張りたくってね、あ、久保さんだみたいに言われることが私の快感だったんですよね。だから六本木ヒルズに集まった時でも、私はいつもね、注目されてるつもりでした。自分がすごいだろうみたいな感じ、俺を選ばずして誰を選ぶんだみたいな、そこまで高慢的な鼻っ柱の強い人間でしたね。でもそれが私を助けたと思います。きっとですね、私なんて大したことないですよだと、本当にやることも大したことなかったと思うんですよ。私はだからね、意識としてはトップレベルを自称しているわけなんですよ。当時から2013年ね、あそこに行った時から、六本木で行ったその瞬間から、俺よりはできてるやついねえだろみたいなね、地方でこのぐらいできてんだから東京近辺でできてなかったらダメだよみたいな気持ちでいたんですよ。ちょっといやらしい気持ちでね。でもその見えっぱりが私を助けたんじゃないかなと思いますね。だから時には見えとかね、張るのっていうのはそんなに悪いことじゃないんじゃないかなと。いわゆる張ったりが自分をちょっと背伸びさせてくれるっていうかね、辻褄を合わせるために絶対にやらないとみたいな気持ちにもなりますし、私はそれが良かったんじゃないかなと思うんですよ、それでね、ボロが出るうちに退場するみたいなはっきり言ってアフィリエーターとしてもね、ずっとトップレベル走れると思ってなかったんで、トップになった瞬間に次に鞍替えするみたいなね、そんな姑息な作戦だったのかもしれません。でもおかげさまで今はね、 FX 暗号通貨と、特にトップレベルってわけではないですけども、この隠居暮らしを支えるべきね、収益源になってるのは本当救いだなと思います。これもですね、情報化社会に入っていろんな情報にタッチしたからなんですよ。で、儲からない情報にはアクセスせずに、儲かる情報に、アクセスをね、置いたわけなんですよね。だから暗号通貨買うときも、ほとんどのお誘いはお断りしましたね、それはね、いや、こんなん来るわけないじゃん、特に暗号通貨詳しくなくてもこれは妄想だぞみたいなのは本当にね、簡単に見破れるのがばっかりで、で、今どうなってるかって言ったらもう話題にも出ませんからね、やっぱりもしかしたら行くんじゃないのみたいな主要コインっていうのは、コインマーケットキャップでもトップランク、ナンバー20とか入ってて結構強い声になってますけどね。そういう意味では私はね、見栄を張っていたのが良かったんじゃないかなと思ってますね、
まあ、あの吉谷さんが紹介してくださった方は私も知ってますよ、うん、すごい人だなと思います。で、なんて言いますかね、幸せの概念というのはいろいろあると思うんですけども、単純に比較ができないんですけども、その生活保護制度っていうない国っていうのがほとんどなんですよね、この、うん、世界には。でも生活保護制度がなくったって幸せで目いっぱい生きてる人っていうのが、まあ、何人か私直接知ってるんですけどね、うん、何なんだろうと思いますよね、うん、確かに日本という環境では生活保護費10万とか15万じゃ不十分なんだと思うんですよ、うん、でも生活保護費がそんなになくって、それこそ泥で固めた家にね住んでいて幸せを感じる、そういう、まあ、なんて言いますか、難民暮らしというか、そういう本当の貧困層って方もいらっしゃってね、そういうのを見るとね、うん、なんとも言えない気持ちになりますね。まあ自分が幸せかどうかってのはあくまでも自分が決めることなんで、よそから見て幸せそうだねとかね、お前は不幸だって決めるもんではないと思いますけどね、うん、この辺はまだ回答も出てないんで、これからももっともっと追求していこうかなと思います。とにかく私は見栄っ張りであり、たまにそれがね私の足元を救ったり私を助けたりしてくれてるってことは言えるんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。